皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は、楽天証券 FXD リングの荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。 ドル円、昨日のマーケットで114円台まで円高が進んだんですが、現在、金曜日の東京マーケットでは115円台に戻っています。ユーロドルは基本的には横ばいで1.13ドル。1.14は重いんですが、かといって1.13を割ることもなく、今はやや後半1.13ドルの、えー、後半1.1370前後で取引されています。ユーロ円は130円の急に、 5ドルは少し買われて0.7196、えー。今日の高値は一瞬0.72まで5ドル高が進みました。ということで、えー、このようなレベルで現在東京マーケットで取引が行われております。ではドル円の1時間足のチャートを見ながら今週のマーケットを振り返ってみたいと思います。ここですね、ドル円、えー、先ほど言いましたが、昨日の海外市場でドル円 まあしばらくぶりにというんですかね、2週間ぶりぐらいで114円台に入りました、114円の円高まで、えー、進んだんですが、まあ、背景と、えー、言いますと、ウクライナの情勢が緊張しているということですね。今週、ロシア軍がウクライナの国境から一旦軍を撤収するということで、 水曜日にリスクオンで少し円安に戻ったんですが、えー、昨日のマーケットで、昨日のマーケットというかですね、昨日の時間にバイデン大統領がロシアがウクライナの侵攻、非常に近い時期に行われる可能性があるリスクが高まっていると発言したことで、再びリスクオフになって114円台まで下がりました。ただ見てください。115円の30までですね、ドル円。 一旦戻りましたこれは何かというと、ですねこれはもう政治的な駆け引きということで、この戻った理由というのは、ですねアメリカとロシアが会談を行うと、会談を行って、ウクライナ問題について話し合うということが報道で伝わったため、まあ、再び、 リスクオンというかですね、このウクライナの情勢がこれ以上悪化しないという期待からドル円が買い戻されているということになります。チャートをですね、まあ、全体見てみると、ですね、このマーケットというか、ですね、注目したいのは、この短期的にはドル円の200時間足ですね、115円のゴール。 このレベルを超えるか超えないかというところがですね、注目になってきます。ただ上の方を見るとですね、ドル円はですね、116円の手前で抑えられているので、この200時間の移動平均を超えてもですね、それから上116円というのはですね、またブロックされる可能性があるかなと思っています。で、ちょっと長いところ、ドル円の冷やしを見るとですね、これが この116円の3号、そして、えー、その並んでいるレベル、116円の3四というのがですね、この116円の3号というのが、今年のドル円の高値なんですけれども、チャートの形状とすると、ダブルトップを形成していると。ですので、ここまで行って下がった。で、もう一回、えー、上がったけれども、ここ失敗したというところが今の状況です。ですので、まあ、ウクライナ情勢にもよるんですけれども、 ただ、今週、ウクライナの情勢が途中で,ですね一旦緊張が緩和されたにもかかわらず、116円に戻っていない、戻れなかったということは、このレベル相当重い、ですので、ダブルトップの形成中ということで、それをブレークして上の方に上がるよりは、ダウンサイド、下の方にですに下がっていくリスクの方が、今は高まっているんじゃないか。 といいう,うに考えていますですると、えー、これが、ねえー、113円の47というのが今年のこれまでの安値、えー、そしてその下112円というのがです、ね、これが200日移動平均ということになりますので、この2つのレベルを、えー、注意していきたいと思います。ということで、えーまあ、今週は、えー、ウクライナの調整でマーケット がえー、動きました来週もですねこの問題は、えー、引き続き引きずることになる可能性が高いと思います。もちろん、えー、今週末にですねアメリカとロシアがですね、まあ、ある程度合意に達した、えー、お互いの言うことを妥協したということのニュースが発表されれば、月曜日のマーケットというのはリスクオンでですねドル高円安に行くかもしれませんけれども、これはですね、まあ、今夜、 から週末のですね、両国の動きということを注意していかなくてはいけないと思います。それから長い、ちょっと長いところで考えると今年のマーケットというのはですね、このロシアの地政学リスク、これウクライナですね、それに関連して米中関係の悪化ということがこれから2022年、そうですね、上半期の大きな 為替のリスク要因になってくると思いますまあ、その背後にはここに書いてますけれども、えー、バイデン民主党の、えー、中間選挙のリスクがあるということですこのウクライナに対してアメリカがある意味過剰なまでに介入口先介入をしているというのは去年の8月バイデン大統領が アフガニスタンを撤退するときにです、ね、その方法がまずかったということで、アメリカの信任がぐらついたと。で、それを契機にバイデン大統領の支持率も下がることになったと。ということで、今回、ウクライナの件でバイデン大統領はここで点数を稼いで支持率を上げたいというところがあるんですね。ですので、まあ、そのためにはロシアを、えーまあ、悪者にする、あるいは、 中国との関係を、対立を煽って自分の支持率を上げたいと。ですので、このロシア、中国、えー、その後ろにあるそのバイデン大統領の中間選挙を目指したです、ね、支持率回復ということが、マーケットを荒らす要因になるかと思います。ただ、経済的にはです、ね、その上の方ですね、世界経済回復の期待、オミクロン株というのはです、ねまあ、感染拡大が続いているんですけれども、これが落ち着いてくれば、 今度はまあアメリカだけじゃなくヨーロッパ、えー、他の国、えー、日本を含めてですね、経済が世界的に回復するという期待から、えー、その回復で一番早い国の通貨が買われるということになります。ですから、経済面ではですね、インフレ率と経済データということは注目していかなきゃいけないのかなというふうに思っています。ということで、まあ、来週のですね、マーケットの、えー 重要な経済指標を最後に見てみたいと思うんですけれども、来週の注目はですね、23日の欧州の1月の HICP 消費者物価指数ですね。この消費者物価指数の結果、内容によって、ECB がどれだけ早く利上げをするかというマーケットの予測。 につながっていきますので注目です。そして24日、アメリカのですね、これは改定値であるんですけども、12月期の GDP、これも見逃せないと思います。来週はこの水曜日、木曜日の欧州、ユーロですね、あとアメリカ、ドルの重要指標に注目していきたいと思います。まあ、今話したこと、その他のことについてはですね、投資ル ウェブサイトに掲載しています為替ウォーカーをご覧ください。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。今週は以上です。それではまた来週よろしくお願いいたします。さようなら。